一応ね筆使えるようになったので、まあお花咲かせたりしてるわけなんだけど、あとねこのポイント見つけたんで多分ワープできるんですが、ちょっと探索もしたいのでもうちょい探索をしてからまた戻ろうかなと思います。とはいってもね、あのお花咲かせることぐらいなんだけどちょっと戻ってね、まあそしたら笹部橋に向かっていこうかなと思います。いやー明るくなりましたね一気に。ほほー、霧と一緒にたたり場も綺麗さっぱりなくなって、街並みに活気が戻ってるじゃねえか浜子。100年前にはこんなにぎやかなところなかったんじゃねえか。遊んで回りたくてうずうずしてるのがわかるぜこの田舎者です。まあ気持ちはわかるが、ここで遊ぶのもほどほどにしときな。お前はいつもそうやって大事な用事を忘れるんだかよ。大丈夫大丈夫。でもなんだかいい感じですね。で、卑弥呼様が気になるんだよね。まあお花咲かせたりしていきましょうか。山猫さん、どうもどうも。炎の料理人。ところでどうだい、この大かまどに大釜の迫力は。こいつは俺が全財産を投じて据え付けた仕事道具ですごいですね。ある目的のために特別にあつらえたのよ。お前あれの話を聞いたことあるかい。あれとは？あれだよあれ、料理界じゃ知らぬものなしという、黄金の松茸。あ、ここで必要なんだ。あれ持ってなかったっけ。絶頂の料理、マジか。持ってますよね。お犬ちゃん、お前一体どこでそれを。お茶屋さんだっけ、なんかそのあたりだった気がする。いや、そんなことはどうでもいい。それよりその松茸があれば俺の夢を、食の道を極めることができる。お犬ちゃん頼む、どうかその黄金の松茸をこの男山猫に預けてくれ。とりあえず預けない預けてもいい、預けても大丈夫。本当か？ありがとうよ、ありがとうよ、お犬ちゃん。絶頂の料理作りに挑戦して長年追い求めた夢をきっとこの手につかんでみせるぜ。全財産投資だって言いますもんね。頑張っていただきたい。お、これは何か見られそう。ああできた、よかったよかった。ちょっと判定があれだったのかな。萌え神、おお我らが呪文アマテラス大神、おもとより離れし折に我が力弱り果てぬるが、あの者の強き熱情に応えたもおもとのお志に我目覚めぬ。この萌え神、あの者の熱情を斧が力に変え、闇を焼き尽くす爆炎の舞をお前に捧げ立てますら。マジですか。え、グレンがパワーアップするってことでいいのかな。すげえ、絶頂の料理、釜飯大噴火めっちゃ出てきよったね。ありがとうございます。結構ね、
お花咲かせたりとかしてたんで、幸玉溜まってます。ってことですよね。さあ釜飯、お金めっちゃ手に入る、やった。さあグレの奥義賞、うん、この無限大マークみたいなやつね。たけだけし爆炎となり、悪しき者に豪華の裁きを与えるじゃろう。かっこいいなあ。小さくサイズとかでまた異なってくるんですね、威力が。でおそらくバトル中も使えると思うんで、これはぜひとも覚えておきたい。なるほどね。炭ひょうたんも多く使うんだ。9つよっぽどの大技なんでしょうね。うん、まあ、しっかり閉じるようにね。なるほど、わかりました。で、溜まったんで胃袋、あー、これ開けてからね、これ開けてからね、やるべきだったね。まあそのうち溜まってくるでしょう。いや、まだまだね、夢は持っていた方がいいと思うよ。よし、いいこと言った。次行こう。おー、武器屋をね見つけたんですよね。これも、これは買っとこう。うん、こいつは欲しい。あもうちょいお金貯めてからかな、この辺は。この辺も2つ買ってって感じかな。で、売るものもね結構あると思うんで、まあ、この辺売ってもう一回お金持ちになりましょう。10万は超えないか。まあ貯めよう。じゃあこのすがすがしい西安教の姿を、つい先日まで忌々しい霧がこの都を覆い、そのおかげでわしが背負した桜たちは枯れ果てていた。だに、しかし見ての通り霧はすっかりなくなって、いやー、よかったですね。いい表情しておる。神神楽、神神楽とは、あー、多分これをなんとかしないといけないのかな。鼻から通力を分けてもらうために、音量に取り憑かれていない桜の木が花をつけるまで神神楽温存。わかりました。とりあえず可能なものは咲かせていこうって感じかな。さあ、ということでですね、花咲かじいのね頭の部分を見ていただければ、もうすでにね、お察しのいい方はね、お察しのいい方でなくても多分お分かりだと思うんですけど、咲かせることできたんですね。で、しかもどうやら残り2本で悩んでまして、それがなんか1になってるってことは、あの頭のやつカウントされてるってことでいいのかなって感じなんで、で、めっちゃ探したんですよね、あれから。で、全然見つからないんですよ。で、どこにあるのかなって思ったらここにあったんですねここにあるって思わないよ。これでオッケーだね。よし、よし、ではお話ししましょう。来た、ついに来た。ダニー、ほんのわずかダニーが都に花が咲きこぼれ、わしに力を貸してくれてる。ダニー、これならあの舞で音量を払い、呪われた桜の木に花を咲かせることができる。
ワンコロワンコロ、お待ちかねの我が絶技、チンカグラを舞う時が来た。その舞を拝みたければわしの後についてくる。お、わかりました。絶技見たいです。大爆走。お元気ですね、お若い子と。え、このタイミングとかでいいのかな。あら、あらー、あー、できたできた、よかったよかった。タイミングかな。嘘でしょ嘘でしょ、若すぎるって。ちょっと待って、置いてかれるんだけど、置いてかれるんだけど、ちょっと待って、そのルート通るって思わなかった。え、待って、どこ行った。初見殺しすぎるんだけど今の。そっちかーそっちかー。え、もう瞬間移動レベルじゃないこれ。もうあなたが世界救いに行った方がいいと思うよ俺は。あぶねー、間に合ったー。ルートが読めないルートが読めないよ。人間離れしてるよもうこのルート。あー怖かった。あ、そっか、ここもあるのか。それオッケー、決まりましたね。ふう、なんとかうまくいったようだに。がむしゃらに舞を舞ったがむしゃらに。実を言うと音量を払う自信なんてなかった。でも都のみんなが喜ぶ顔を想像したら、なんとしてでも花を咲かせたくなった。わしのチンカグラに花を咲かせる力があったのか、それとも神様が助けてくれたのか、それはどっちでもいい。都の桜がよみがえって、それでみんなが幸せになってくれたら言うことない。おお、ありがとうございます。よかったです、とてもよかったです。若すぎるって、しかししかし若すぎるって。あなた、さてと、笹部教のところに多分いるってことだよね。もしかしたらあのおじいさんとか踏まえたイベントかもしれませんね。多分こっちでなんかあるはず。あ、いたいた。かぐや、かぐやじゃないの。お前が千円鏡で突然宝の帝様に召し取られてから、わしはもう二度とお前に会えないと思ってたのよ。かぐや、かぐや、じい様、本当にお久しぶりです。そんなにお試合が増えて随分ご心配をかけてしまったんですね。じい様、竹じいさんに竹姉ちゃん、やっぱりここでばったりか。よかったじゃねえか二人とも。かぐや、これからはずっと一緒に暮らそうね。またわしの竹細工一緒に売りに行こうね。どうしたのかぐや、もしかしてまた宝の帝のところに帰らなきゃいけないの。いえ、そうではありません。でも私はこのままじい様とは一緒に暮らせないんです。どういうことなのかぐや、もしかして賭けそれは違うと思う。ここに生きているとは知りませんでした。本当はじい様に会わずに行こうと思っていたんです。行くってどこへ。わかりません。ただ笹部教の地面に刻まれた王家の紋章、この紋章が私を呼ぶんです。なんだ、何をしてるの。
何か得体の知れない激しい感情が私を突き動かしました。この紋章の下、遥か地下の奥底に私の失われた記憶にまつわるものが待っているんです。私行きます。この穴の中に入ってそれを見届けに行ってまいります。ついていくのかな。いやー、切ねえなー。まあ、ばったり会っちゃいますよねー。こういう感じなんだね。ミニゲーム風なんだね。結構きつくない結構きつくない。よいしょ、 OK。 先行ってギリまで待ってもらって、風で飛んで、このタイミングいけるか。まだここで上に来てもらい、あ、やばい、やばいかも、やばいかも、それやばいかも。で、こっち風やりの、あー、そっか、ひるんじゃってるタイミングって確かダメでしたよね。で、上に乗せてしまえばっていうのはあるので、やばい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 。 OKOKOK。 でなんとかこっちで維持してもらって、今のうちに頑張るご利用しもいいとこだけど、どうなんだろう、まあ、合ってるのか分かんないけど、もうゴールすればよくねみたいな感じでやります。この辺のどっかにあるはず。かぐやさん、かぐやさん頑張って。やばい、時間がやばい間に合うかこれ。そこね、オッケーオッケー、ありがとうございます。よかった、なんとかなったわ。竹姉ちゃん、なんだいこのバカでかい鉄のタケノコはよ。鉄のタケノコ、これが私を、この物体が私を呼んでいたんですね。私に出生の秘密を知らせるために。かぐや、わし知ってたの。この大きなタケノコがお前を拾ったこの竹林の下に埋まっているの。じい様、うんと昔、わしがこの辺りへ竹を取りに来たとき、突然この大きな竹の子がわしの目の前に現れたの。そしてその中から冷たくなったお前が転がり出て、その後、この竹の子はまた地面の中に潜っていったのよね。お前は氷のように冷たくて、今にも死にそうだったから、わし慌ててお前をおぶって家に連れて帰った。そして死んだばあさんと一緒にお前を看病したの。ばあさんもわしもずっと子供が欲しかったから、お前のことが天からの授かり物のように思えてね。それで楽しく暮らすうちにお前にこのことを話せなくなっちゃった。そうですか。だってもしもお前に話したら、お前がこの不思議な竹の子と一緒にわしらの目の前から消えそうな気がしてね。わー、やばい、ちょっと泣きそうになっちゃったわ。じい様、
やー、ほんとね、こういうのめっちゃ弱いんですよいやー、泣いてしまったよ。私だってじい様や亡くなったババ様のことを本当の家族のように思っていました。そしてその気持ちはずっと変わりません。今でも私の家はじい様のところだけです。でもこのままでは私はじい様とは暮らせない。自分が何者かも分からず、激しい感情に身もだえながらただじっとしてはいられないんです。だから私は自分自身の起源を明らかにして堂々と暮らせるようになって必ず帰ってきます。お願いじい様、かぐや笑顔で見送って行っておいで。かぐや、そして行った先で何があってもこれだけは絶対忘れないでね。お前はわしの孫だから、わしの可愛い孫だからね。可愛い孫か。故郷を思い出したわけじゃないぜ。一寸さん、そしてアマテラスさん、お二人には本当にお世話になりました。お礼というほどのものではありませんが、これを受け取ってはいただけないでしょうか。何でしょう、髪飾り。記憶を失った私が持っていた出生の鍵を握る唯一の手がかりでした。でもここまでたどり着いた今の私にはもう必要ありません。ぜひお二人の旅にお役立てください。それではかぐやは旅立ちます。ありがとう、二人とも。ありがとう、じい様。また会う日までどうかお元気で。行っちまったな。飛んでった先に何があるのか見当もつかねえが、竹姉ちゃんの旅の無事を祈ろうぜ。そうですね。やることありますね。そうだよね、会いに行かねばね。もう一回戻るのかなってことは。いやー、でもちょっとなんか意外とメカニックな感じだったねちょそのびっくりもあるんだけど。ゆりかごか。よし、じゃあまた西安橋のあたりに戻りますか。おそらくね、何かしら進展があるんじゃないかなと踏んでるんで、行きます。多分ここですよね。で、やっぱり行けた。オッケーオッケー。通ることに成功しましたね。これで話しかけたらどうなるんだろうね。ああ意外となんかシンプルだったね。じゃあもう一回お邪魔しまーす。え、あー、びっくりした。明るくなっただけだったびっくりしたなんか俺やらかしたって今思ったよ。タイミング。よし、オッケーオッケー。羊、じゃあ行きますかね。おそらくこの先にイベントがあるはず。なんかこういうあたりとかなんかあったりするかな。ちょっと気になりますよね。
は物置部屋か。開きます。開きました。まあこんな感じかな。ざっくりしてるけど。で、入る前にちょっと一周ぐるって回りましょうか。中心こっちを、ありがとうございます。で、こちら側にも多分なんかあるんじゃねえかなって思うんで行きますか。向こう物置でしたよね。物置部屋っていうか同じような感じかな。結構あるね。三つあるよ。さあ、絵巻、北の大地。うつし国にはびこる妖魔。倒せろ倒せど、その数は減らず、人心は疲弊する一方。妖怪は中津国の外の外、はるか北方の大地から生まれ落ち。そこより、有象無象の群れをなして中津国に侵攻してくるという。故に、北方の大地は妖魔の苗床として依附され、長い間、北方と中津国は断絶されたままとなっておる。妖魔が矛を挙げる不浄の大地。北方こそが全ての始まりを司りし場所であるというのじゃろうか。では、いよいよ行きますか。おそらくこの中にいるってことですよね。おお、これはこれは。我らが主君卑弥呼様、すべてお見通しです。さあ、こんなところに長屋ご無用。早く卑弥呼様の待つ最上階へ。待ってる。逃げたげる炎の海など何の障害にもならないでしょう。え、どういうこと。まあ、行けばわかるさみたいな感じだよね、きっと。よかった。後ろ見てよかった。では行きますかね。ん？ 2 箇所から出れる？あ、待って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 。迷ったわ。そんなことないよね。こっちから行けばいいよね。髪飾りの秘訣。この写し国には通力を向上させる髪飾りがある。一度装備すれば大いなる恩恵が与えられるという秘宝で、髪飾りは最大3つまで同時に身にまとうことができるという。ただし、それらは写し国でも大変慎重なもので、容易に見つけることはできんじゃろう。しかし、髪飾りを一度手にすれば、その道中はより盤石なものとなる。夢夢忘れぬことじゃ。わかりました。そういえばなんか強化できましたっけ。最近見てなかったよね。やっぱ買ってたよね。使っときましょう。まあ、これ使ってるから、とりあえず使ってるもの優先で、まあ、とりあえず3つやっておきましょう。あと、これは一体何の真似だ。これか、溶岩だまり。あれをちょいちょいっと装備すりゃな。とにかく卑弥呼の野郎、こんなものまで用意するた。よっぽど人を寄せつけたくない理由があるようだな。用心して進むんだぜ。わかりました。ほんと溶岩だね。まあ、要はこういうことだよね。早速装備して、あ、いけるいけるいける。
あ、でも減ってるね。どうなんだろう、合ってるか分かんない。まあいいや、まあいいや、オッケーオッケー。いければ良いのですよ、いければ。一応記録しておきました。へえ、すごい雰囲気あるね。で、おそらくこの先にって感じかな。やいやいやい、部屋に閉じこもって妙つきりんな祈祷してるって噂の女王卑弥呼だな。警備が厳重でちっとばかり苦労したけど、ついにここまでたどり着いたぜ。どうあまこう、前も言ってやれ。ジボアマテラス大神貴殿のご来訪をお待ちしておりました。そして旅絵師一寸そなたもこともな。都の霧騒ぎに海の水流、みんな大騒ぎなのもご存知だよな。お前が何を企んでるのか全部説明してもらおうじゃねえか。都の民の苦しみ、わらわにも痛いほど伝わってくるでおじゃる。病に侵され竜の腹渡で溶かされ、スークの絶叫が激流のように押し寄せてくるでおじゃる。これやられたな。